これまでは海外のデータから語られることが多かったワクチン。日本でも接種が進み、ようやく日本人が接種すると、何が起きるのか、が明らかになりつつある。今わかっていることをまとめてみた。首相官邸の発表によると、5月13日時点で、医療従事者で1回目のワクチン接種を終えた人は3,367,995人。2回目の接種を終えた人は1,502,284人。一方、高齢者のうち5月13日時点で、1回目のワクチン接種を終えた人は659,338人。2回目を終えた人は45,819人となった。接種後の副反応と死亡の疑いとして報告された事例については、5月12日の厚生科学審議会予防接種点ワクチン分科会副反応検討部会などの合同会議で報告されている。それによると接種が始まった2月17日から5月2日までで、5560件の副反応が報告された。重篤は642件で、専門家がアナフィラキシーショックとして認定したのは107件。男女別では男性8人、女性99人と圧倒的に女性が多かった。一方、死亡事例としては28件が報告された。他に5月3日から7日までに医療機関並びに製造業者からは11件の死亡が報告されており、死亡事例の合計は39件となっている。そのうち65歳以下の死亡者は13人、65歳以上は26人だった。現在、ワクチン接種の対象は医療従事者と高齢者であることから、官邸のデータをもとに65歳以上の死者をすべて高齢者と仮定し、5月8、9日には接種後の死亡例がなかったとすると、高齢者で接種後に亡くなった人の割合は 0.39%、医療従事者は 0.39% となる。ちなみに39例の死亡のうち基礎疾患がなかったのは12人。うち男性は3人で残り9人は女性だった。年代別では20代1人、40代3人、50代1人、60代2人、90代5人になっている。では、ワクチン接種後の効果はどうか？国立感染症研究所は5月13日に、ファイザー製ワクチンの接種後の新型コロナウイルス感染症報告率に関する検討、第一報を公表している。それによると、1回目の接種から12日目前後を境に報告率が低下する傾向が明らかになっている。接種から0から13日目の報告率と比較すると、14から20日、0.42、21から27日、0.39、28日以降、0.14、と、接種から時間が経つにつれて、感染報告率は減少している。それだけ感染しづらくなっている。つまりは感染抑制効果があるということだろう。これは海外でのデータとほぼ同じだ。海外で実施された第、総臨床試験では、プラセボ群と比較した発症抑制効果は1回目接種後の全期間で 82.0%。1回目接種後から2回目接種前までの効果は 52.4%。2回目接種から7日後以降のそれは 94.8% だった。イスラエルの観察研究では、抑制効果は1回目接種後14日から20日までは 46%。2回目接種から7日後以降は 92%。いずれもワクチンの効果が発現するのは1回目の接種から12日目以降だったという。ちなみに、5月14日までの日本の感染者数は673,109人で、死亡者数は11,383人。感染した人が亡くなる割合は 1.69% となる。詳しくははじめくんのブログへ。